今日は4ヶ月入院されておった、はい、鈴木牧師、入院して教会の鈴木牧師さんが退院されて、そして今日は来てくださいました。本当に主の皆をあがめたいと思います。感謝します。ハレルヤ。二次説教会は、はい、今大変な神の祝福に預かっている教会を代表する一つであると言われておりますが、私の見るところでは、はい、その一番の中心の秘密、神様を用いておられる理由は、クワイアトタイムというものにある。静かな時、朝静かな時、朝早く起きて聖霊様と交わる、御言葉に、ね、親しむ、神様の言葉、語りかけをそこから聞き取る、このクワイアトタイムということだと思っております。その教会から鈴木牧師がいろんな関係でここの教会に導かれてきておるということは、はい、神様の一つの大きな、ね、計画ではないかと私は捉えておるわけです。リバイバルの一端の働きであると捉えてもいるわけです。ということで、今11時5、6分ですけどね、できたら10分ぐらいでそのクワイアトタイムですね、今日のクワイアトタイムでもいいし、はい、それを紹介していただければ一番ありがたいと思っております。そのうちにこのクワイアトタイムのノートをね、鈴木牧師が私たちの教会にね、見せてくださるということなので、はい、期待しております。ということでよろしくお願いします。はい、以上です。それではどうぞ。ハレルヤ、ハレルヤ、シャロン、シャロン。今日私がこうしてまた本当に盛岡での神の愛と恵みを受けている聖戦教会ベニミン中野先生のご指導のもとにまた礼拝ができるということは本当に感謝をいたします。聖霊様歓迎します。実は私は来週また手術を受けました。県立中央病院の手術をした安倍先生のお弟子さんであるお医者さんのもとにレントゲンとそれから、定期検診という形でようやく1ヶ月に1回になりました。そしてそのおかげで私は東京の今までもう何十年と仕事をしてきました東京の事務所を閉鎖することにいたしました。そして全ての公益社団法人あるいは友好団体の調理師会全ての人たちに連絡を取りまして、まだまだ半分も行ってませんが主なところはほとんど了解を得ました。そして21世紀キリスト教会の広尾教会、主任牧師の増山博文、先生、私の安守をしていただいたいわば師匠でございますが、彼はなんと
7年目のこの休憩ということで神様から1ヶ月今月休めというその啓示をいただいて今月からお休みになってますところがもう私5月からも6月からも6月に入ってからも彼と連絡を取りまして東京へ行っておりましたので、なんとか、どうしたらいいのか、教会をどうするか、教会で証明を受けて私は礼拝をさせていることも含めて信者としてどうすればいいか、それを私の中学校時代の友人であります鈴木隆博牧師にも相談をしまして、そしてアドバイスを受け聞きました。そしたら、いやそれはもうということで、最初はちょっと口をつぐんでみましたが、まあ生活の拠点が全て僕はもう両親の墓もありますし、盛岡の方に移りますということをお話しして、それならば逆に祝福しなければいけませんねと。で、私がどうしてあのこちらの教会、ベネヤミン先生のところの教会に来れたかというと、やはり増山先生がですね、調べていただいて、そして紹介をしてくださったんです。そういうことがございますので、まあとにかく神様の意図は本当にわからないもんですね。で、まあ一時はですね、入院してた時は、今日のテーマであります使徒行伝のパウロのようにですね、サウロの時代ですね、パウロがサウロと言った時代に、神様なんで私にそういうこんな大変なアイスバーンでひっくり返ってそして複雑骨折をして4ヶ月も闘病生活をしなければいけなかった、まだまだ続いているわけです。リハビリも続いております。そんな時に健康な体で私が仕事も続けながら移るんであれば、支店を作るならいいんですけど、向こうを閉鎖してですね、盛岡へって、なんでなんですか先生、あの神様、何度ももう夜中からもう朝から、お祈りするたんびにですね、聞いておりました。そうしたらリハビリに行った友愛病院でようやく神様が答えてくれまして、多分増山さんに神様がおっしゃったようなことを私に言われたんですね。もうお前散々仕事してきたから、まあこの辺で仕事も続けながらでも構わんから、弟子たちの気持ちをよく聞いてごらんと言われた。そして役員会開きましてね、で会長代行をしている私の弟子の高野君はじめ幹部が15人ぐらいおりますんで、彼らに聞きました。これからどうすればいいんだろう私たちは、と逆に質問されまして、いやいや、仕
仕事はそのまんま続けるよ。親友会という会も調理師会、君たちの、ね、所属している会も辞めはしない。公益社団法人の方はとにかく住所変更するだけだと、ということをお話ししましたら、みんなが安心してくれまして、不思議に一人も欠けることなく、逆に二人ばかり入会したの幹部がおります。その幹部もですね、あの新入生も、え、もうで、まあ、僕らの世界ではあの主のこと親父親父っていうもんですけど、親父さん、あの何かあった時にはやっぱりモロッコから出てきてくれますよねと。ネットでも電話でも仕事のことだとか、そういうことはアドバイスもできると、ね、ただ就活の場合はやはり心配だからちゃんと行くよと、心配しなくてもいいという話をしてですね、それで17日に私またあの東京帰り、あの東京の役員会 でその話をすることになっておりまして、なんとか、こちらの方もまあ私はイエス様のようにですね、弟子に偉そうにその、なんて言いますか、恩義せがましく押し付けたりということは今までしたことありませんし、これからもするつもりもありません。それはやっぱり本当に私が古希になってから創造の神様のと出会い、聖書を学ばせていただいて、そして御領会帰ってきた時にはここの教会で本当に神を賛美して礼拝をして、安らぎのひととき、そして癒しを与えていただきました。そんなことで今朝もベネミン先生に見解届は増山さんが書いてくれるということを約束してくれましたので、うん、よろしくお願いしますというふうにご報告をしまして、ただこちらの教会の兄弟姉妹なんていうと恐れ多い、この教会では皆様方は私よりも先輩です。我々の世界では一日でも先輩の人は立てまつらなければいけません。まあそんなことよりもですね、私は皆様方に年は取ってますけど気持ちは若輩でございます。そんなわけで、もし来月から正式にこちらに展開をさせて、新しい教会の信者としてこの50年を記念して見えるこの教会のですね、末席に席をいただければ、これは神様に本当に感謝をするべきだというふうに思っております。ぜひこれからもご指導ご鞭撻をお願いしまして、そして聖霊とともに私は必ずいろんな意味での私が学んだことをまた皆様方にお伝えしながら、神様の賛美と礼拝を続けさせていただきたいと思います。
どうぞこの拙い私ではございますが、この教会のためにまた盛岡のこの町で、そして一人でも信者を増やし、聖書の神様の感謝を捧げるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。そんなわけで、いやまだ先生は拍手は入るこれからで、もう時間です。 QT はですね、あの QT のあれがありますので、この QT は私はあの教会が、あの披露教会があのノートを作ったそうでございますので、私があの、これ購入しまして、ぜひ皆様方にもお役に立てればと、あの思うように、次回来る時までには送っていただけるようにですね、あの手配いたしますので、これからの学びを中野先生のご指導を得ながらご一緒にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。アメン。アメン。